ベルプリジャールムリベルプリはインドの辛味の効いた軽食でチャートの一種でもある。米のポンカシ、茹でジャガイモ、生玉ねぎ等の野菜を混ぜ合わせピリッとしたタマリンドソースをかけたもの。パフライスを使うことからシリアル食品の一種と考えることができるほか、見方を変えてポテトサラダの変種と考えることもできる。ベルプリはムンバイの海岸と結びつけて考えられる。ベルプリは ムンバイのカフェや屋台で生まれ、そのレシピは各地方ごとに手に入りやすい食材に変更されつつ、インドのほとんどの地域に広まったと考えられている。また、バダンが原型であるとされることもある。コルカタで見られるベルプリの変種はジャールムリと呼ばれている。マイソールで見られるベルプリの変種はバンガロールではジュルムリと呼ばれる。汁気のないベルプリはバダンとして知られ、玉ねぎ、 コリアンダー、およびレモン汁で味をつけて食べる。ベルプリがいつ、どこで最初に作られたのか、明確に触れた文献はないが、ムンバイの喫茶店や露店に橋を発するようとされている。ベルプリは、ベーパフとセブ、セブ、ひよこ豆の粉で作った、菜麺のような揚げスナックを原料とする。これを、菜の目に刻んだジャガイモ、みじん切りにした生玉ねぎ、チャートマサラ。 シャツネと混ぜ合わせたものが基本となる。ベルプリは甘み、塩味、辛み、スパイスの味をバランスさせる。歯ごたえは様々で、サクサクしたクリスピーなものもある。このほか、トマトや青唐辛子、コリアンダーをベースに加えたものもある。北、インドでは刻んだ茹でジャガイモを加える。ありがとうございます。